大根の煮物を作ります。昔からの素朴な一品となります。食物繊維が豊富で大根の味を味わえる料理となります。では材料の紹介をいたします。4人分です。切り干し大根 30g、 人参 50g、 油揚げ 1/2 枚、ごま油大さじ1、鰹節のだし汁1カップ、砂糖大さじ1、醤油大さじ2。では作っていきましょう。切り干し大根はお水の中に入れてもみ洗いをします。きれいになった干し大根をお水の中に戻します。大根が戻りましたらばお水を切ります。干し大根は食べやすい大きさに切りましょう。人参は千切りにしていきます。油揚げはお湯をかけて油抜きをします。油揚げは縦半分に切ります。で細く切っていきます。お鍋の方を温めてもらってごま油を加えていきます。油が温まりましたらば干し大根を加えていきます。全体に油が馴染んできたらば油揚げを加えていきます。ここでだし汁を加えて材料が柔らかくなるまで次にお砂糖を加えます。お醤油も加えてこれで煮含めていきます。仕上がりましたので盛り付けます。Delicious. 和食チャンネルではたくさんの料理を紹介しております。ぜひご覧ください。ではまた。